宗教にあの世の真実を求めることはできますか。このあの世の真実というのは多分その死後の世界のことだと思うんですが、どんな宗教を叩いてもですね、そのあの世がどんなものなのかを理解することはできないと思います。端的に言うとあの世、死後の世界の教説っていうか教義が宗教ごとに違うっていうことですから、全ての宗教が一致してればね、それはそこで確からさ上がってきますけど、まあ上がってこないかもしれないが、その各宗教で違うわけですから何が正しいかよくわかんない。しかも同じ宗教でも宗派によって違ったりなんかするっていうのがこのあの世の世界で、確証ができないんですね。まあ、まだ科学的な探究の対象になっていないので、まあどんな宗教も叩いてもあの世のことがちゃんと理解できるかどうかわからないと思います。しかしなぜ宗教があるかっていうと、まあその宗教の教えっていうのが気に入るっていうのがあるんですよね。自分が何か考えてることとその宗教、出会った宗教の考えが一致すると、ああこれが自分に合ってると。それは単に考え方が似てるっていうだけなのに、それが真実だと思うパターンがあると思います。まあ簡単に言うと、自分がこうかなと思っていたことを教祖がそれが正しいんだって言ってくれると自分が嬉しいっていうか、自分の考え方っていうか自分を肯定できるから、自分を認めてくれる。人の話は単純に自分と考え方が合ってる話、合ってる人の話ではなくて真実だと思いたい、ね、人間は自分が正しいとか価値があると思いたいですから、それを認めてくれる宗教、その教説は真実だと錯覚してしまうね。好きだってものが真実だっていうふうになってしまうのが宗教や宗教を含んだ科学的にその真実が明らかにできないものを人がなぜか真実だと思い込むというパターンだと思います。ですから皆さんが何か望んでるようなあの世のあり方みたいな、そういうイメージがどっかにあって、その無意識的にあるそのイメージがどっかにあって、で一方で皆さんが巡り合った宗教の教説でそれと合致していると、皆さんは私はあの世の真実、これを知りました、ついに巡り合ったんです、これですっていう感じになりますが、それは単に盲信の始まりかもしれないってことを気をつけないといけないと思います。まあそれをそういうふうに言ってしまうと身も蓋もないので、ちょっとこの質問に対する第二部として、まあおよそ仏教宗派に限って言えばあの世っていうのはどういうふうになってるのかっていうことで多少まあ興味深い話をしますが、まあ例えばあの最もあの世に関して詳細にこう分析解析するのがチベット仏教だと思います。インドで生まれた仏教のそのお隣の国のチベット仏教ではベースに梵教などもあって、かなり神秘的な霊的な世界が展開されています。そして今でもですね、人が死ぬとその後の49日間、まあチベットの僧侶が付き添ってですね、いわゆるその高い世界に転生する、お導きをするといったような儀礼が本格的に行われているってことね。でその様子をお話すると、まず人は死んでから普通の人は大抵3日間ぐらい気絶している、意識がないです。ただあの修行を積み重ねた人はスムーズに死後の世界に移行できる、つまりその生存中の意識がそのままスムーズに死後の世界に移ることができる、この断絶がないって。でこの最初の3日間というのはゴールデンタイムで、この時にまさに人は下脱の世界に入っていけると。下脱っていうのはさっき言ったように自己偏愛、自我執着、エゴ、これを弱めるってことですが、その土台になっているのがエゴの土台になっているのが自分の体なんですよね。人は体があるから自分と他人を区別して、自分の体のところに多くのお金や地位や名誉が持ってこようとするわけですが、体を失った意識っていうのは、魂っていうのはその分だけエゴから解放されやすいと。だから肉体が召したその死後の意識がまさにその時が下脱の最高のチャンスだっていう考え方があります。つまり肉体の牢獄、肉体の牢獄から意識が解放されて宇宙全体に広がるチャンスなんだってですね。宇宙全体に広がるってことを仏との合一とすると、仏との合一を普段妨げていた肉体からの解放があって、その時こそチャンスだ。しかし残念ながらですね、普段から修行してないものっていうのは、体を失った後に体が欲しくて欲しくてたまらないと、体を取り戻したくて、たまらないと。で今こそ体から解放されて宇宙全体の絶対平和を得られる時なのに、もう一度体欲しい、もう一度体欲しいと思って、で再び生まれ変わっていくっていう基本的なこうね。
で、まあともかくその最初の3日間普通の人は気絶している。でもそうでない人っていうのはクリアーライトっていうのを見ると言われています。それはまばゆいばかりの神々しい光なんですが、修行してなくて徳がない人はその光と自分側の闇の対比でしょうか、それをひどく恐れてそれに飛び込んで溶け入って絶対状態になること、これができないとされています。この第一の光クリアライト、この後には第二の光、これがやってきます。その第二の光にも飛び込むことができない。でそうすると次に光というよりも色や形を伴った仏様の救済の機会、これは、まあ、穏やかな仏様やそして叱咤激励の愛の鞭を振るうような仏様ですね。これはあの憤怒天っていうんですが、そういったものの救済の時間、あの時間帯というか期間、これがあると。ただそういったその仏様の救済も生前仏というものに慣れ親しんでないものは、それは強い違和感恐怖感を覚えて自らその救い、これを受け入れることができず次の段階に入っていく。で次の段階に入っていくとだんだんこう苦しみの世界に輪廻するようなプロセスがこう展開されるっていうんですが、このままずっと話しているとすごく長くなってしまうので、まあ、別の教本や動画に移りたいと思います。